スタジオジブリの片浜ですこれから映画ハウルの動く城で用いられた CG 技術の一部を解説していきます動く城は CG アニメーションのように立体にするのではなく看板のような平面に城の部品を貼り付けていますこれがまず一番最初の動く城のテストです宮崎監督が書いたイメージボードの絵を使って作られていますコンピューター上で城をたくさんの部品に分けてそれをずらして動きをつけました すべてを立体で作ると部品同士が食い込んだり隙間ができて動きがつけにくくなると考えました歩いているように見せるため立体データで足を作りその上に乗せて移動させたものがこの映像です足の動きはアニメーターが描いた動画が元になっていますこれは2回目のテストです白の絵はセル画に筆のタッチを活かして描くハーモニーという技法が使われています 一枚の絵をたくさんの部品に分けて動きをつけました。3回目のテストは正面からのアングルです。カメラの近くまで歩いてくるので立体のデータになっています。足も立体データですが、この映像を一枚ずつプリントアウトして作画の参考に使いました。そのままなぞるのではなく、アニメーションらしい誇張が加えられています。特に画面の手前に来る足は CG の参考よりも大きく描かれていて迫力を増しています。 このテストの映像は左右を反転してソフィーやかかしが追加され本編でも使われることになりましたさらにカメラが城に寄ったテストを行いましたこの絵はまだハーモニーではなく背景のビーツボードですやはり多くの部品に切り分けて動きをつけましたがもっと細かい動きを追加することにしました屋根の瓦や窓枠の振動を黒い輪郭線に揺らぎを与えることで表現しています 手書きののアニメーションの応用です歯車やピストンも作画に合わせてモーフィングを行いました立体データとして動かしているのは板の一枚が手前に跳ね上がる部分と小屋が前後に膨らむ部分だけですそれ以外は平面でできていますこれが最後のテストになりましたテラスの部分とアンテナの一部は立体データですがそれ以外はやはり板でできています それから輪郭線を揺らして振動を表現する方法をここでも使っています。ここまでがシロの動きのテストでした。次に本編で使われているシロの制作工程をご覧いただきます。これはソフィーの前でシロが動きを止めるカットです。シロはまずハーモニーで描かれています。ハーモニーはアニメーターが描いた絵をセルに転写して、セル用の絵の具と背景用の絵の具を混ぜ合わせて色をつけていきます。 セル画のような輪郭線と背景のような絵画的なタッチの両方の性質を合わせ持つのがハーモニーの特徴です。このハーモニーの城をデジタルカメラで撮影して、コンピューター上で細かい部品に分けていきます。部品ごとに番号をつけて、次に動きをつけるため、書かれていない根元の部分や隠れているところは絵の一部をコピーしたり書き足して伸ばしていきます。これが部品に分けた状態です。 およそ80個の部品に分かれています。この部品を CG の立体モデルに貼り付けていきます。これが白の立体モデルです。顔や口の周りは立体データになっていますが、煙突などの細かい部品はただの板でできています。このモデルに動きをつけていきます。部品同士は階層構造と呼ばれる根元から枝分かれしていくような親子関係がつけられています。まずはじめに根元の階層で移動する動きをつけます。 左右の動きは X 軸上下の動きは Y 軸と2つの軸に沿って移動することで画面の右から左に移動する動きをつけます動きの変化はこのグラフで表されています次に揺れる動きをつけていきます揺れる様子は Z 軸の回転で表されますまず体全体の揺れをつけて次に全体を3つのグループに分けそれぞれの階層に動きをつけますこれは後ろのグループ そして真ん中のグループそして前のグループといった具合ですこれをさらに細かいグループに分けて動きをつけて最終的には30ほどの階層に入れる動きをつけましたこの動きは階層の中で合成されて複雑な動きになっていますこれが動きをつけ終わった状態です このモデルに切り分けられたハーモニーの部品を貼り付けます。さらに作画。